象は、まあ、結構生意気やなっていう印象やったけど、はい、まあ、今も相変わらず、はい、まあ、どっちかというとキックボクシングというよりか、まあ、喧嘩みたいな、まあ、スタイルなんで、まあ、試合は1試合になると思います。川野一平選手ですよね。中間距離からの合わせの左右のハイキックがもう絶妙のタイミングで素晴らしいです。あとは、まあ師匠であるタイガー伊藤選手のもとどれだけパンチの技術を磨いてくるのか、であとお互いもそうなんですけど、腹くくってどんだけ勝負に出れるかが見どころかなと思ってます。若獅子会館松原支部所属悪魔の子川野一平、K-1 カオスナイトを主戦場にしており、芦沢流星と前線を繰り広げたこともあり、そのファイトスタイルはまさに 2FC にはもってこい。まあ、試合に対しては別に何もないっていうか、もうほんまただやるだけかますだけなんで、で相手選手祐介君は僕普通に知り合いで練習もしたことあって、喋ったことあって、リスペクトもありますし、やるべき相手やなって思ってるんで、当日はそのリスペクトとか全部捨てて、思いっきり試合っていうか、思いっきりまあ試合に行きたいなって思ってます。対する相手はフリージョーカー小島祐介。フリーで大阪を拠点に海外での試合経験も積む小島祐介。ジャパンキックイノベーション西日本統一王者のタイトル挑戦権獲得まで駒を進める実力者で、 MA キック10位のランカー、オープンフィンガーでの試合経験もあり、このルールでの戦いは最も自分に合っていると意気込みまんま。いつも祐介くんと練習させてもらってるんですけど、まあ離れてよし、打ち合ってよしの選手やし、まあ、河野、川野選手でしたっけ、あんま知らんすけど、多分みんなが楽しむ時間もないんちゃうかなと思ってます、僕は。小島祐介選手、サスポースタイルでアウトボクサータイプ、すごくカウンター待ちの選手あたりもするんですけども、いかにここをアグレッシブに攻めていけるか、そういきだしたらまた面白い選手になるなと思ってます。オープンフィンガーでの試合経験もあり、このルールでの戦いは自分に最も向いていると意気込み満々。今回の試合は、まあ、一平選手と僕 の共通の試合ももともと2人とも知り合いなんですけど、やっぱ僕もいろいろあって今回負けたら終わりみたいな状況なんで、絶対勝たなあかん試合なんで絶対勝てます。レッドゲートより小島祐介入場。大阪を拠点に国内外で試合をこなす小島祐介。イノベーションでは西日本統一王者のタイトル挑戦権獲得まで駒を進めた実力者。現在は MA キック10位の日本ランカー。オープンフィンガーでの試合もすでに経験済み。2FC のリングは自分が一番向いていると豪語する目は、
プロ野球先生の頂を見据えているか。仲間と熱い抱擁。さあここから向かうは 2FC のリング。いい面構えだ、小島雄介。倒すかを追求し、たどり着いたオープンフィンガーでの殴り合い。川野一平。カウンターで切って落とすか。日本ランカー小島雄介。一平落ち着いて。さあこの試合は 2FC フライ級、リミットは 61.2kg です。3分3ラウンド制。延長は1ラウンド用意されています。いっぺん盛り上げてよ。さあこの試合も注目ですね、寒川代表。そうですね、はい、まあ、サスポーの小島選手、ええ、で、2人ともね、まあ、結構、中間距離というか、カウンター合わせるのがうまい選手ですよね。その上でいかにこう前に出て、はい、そのキックから一歩前に踏み出せるかかなっていう風な試合ですよね。そのカウンターの取り合いにもなるのか。ニヤッと笑うのは青いグローブ川野一平。さあ第1ラウンドが始まりました。左足前サウスポー、あ、右足前サウスポーが、赤いグローブ小島雄介、対角にあります青いグローブ川野一平は左足前のオーソドックススタイルです。またレベルが、お互いこう差し合いのような状態ですね。まず今距離測って、なるほど、はい、さあお互いに見合う。さあハイキックは空を切る。さあ鈴木さん、はい、またこう独特の緊張感の中始まる1ラウンドですね。そうですね、はい、まだお互いに大きなファーストコンタクトはない状態ですけども、うんうん、はい、いやそれでもこれだけの緊張感があるのはね、すごいですよね。いいですよね、はい、はい、さあ左のハイキックを見せたのは川野一平。まだまだお互い大きな攻撃は見せていませんが、リードのジャブを見せていく青いグローブ川野一平。さあおっと、あそこに対して赤いグローブ小島雄介。雄介選手の右フックいいですよ、はい、ツーフックね、なるほど、スピードも速いし、はい、今ちょっと反応できてなかったですね、一平ちゃんの方が。なるほど、一平ちゃんの方が、はい、狙ってますね。いい緊張感の中で1ラウンドが始まっています。そうですね、お互いパンチ当ててる方が、はい、まあ、どっちでもやっぱ蹴りがうまいんで、やっぱパンチ当てたいですよね。なるほど、はあ、そっち側でパンチやっぱりこうプレスかけた方が、うん、だん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 自分の得意な蹴りとかにもつないでいきやすいんで。なるほど、はあ、その今のペースの取り合いというところですね、小さにお互いの前手をコツンコツンと当て合いながらそれを探っております、はあ、おっと大きく出たのは、青いグローブカーノンそのパンチは空を切る、それに対してノーモーションで左ストレートから入っていった赤いグローブ小島雄介。今の攻撃はどうですか。いや、いいですよ。はい、なるほど、組んでからの展開あんまり考えてないんかなって感じで、はい、それ以外は、はい、打撃のやっぱあの中間距離から一気に飛び込んでいけてるんで、はい、逆に一平ちゃんはどんどんパンチ打っていかな、はい、あーナイスアウト。さあお互いに膠着した状態から一気に絡みのリング、絡みまで。さあ今少し押したいのに見えたが小島雄介、ここから何か持ってくるのか。
さあ上体を上下に大きく揺らしながら、さあそれをじっと見つめるのは青いグローブ川野一平。そうですね、だからもう一平ちゃんからすれば、はい、もうちょっとやっぱ手数パンチ打っていったりとかしながら蹴りにつないでいかないと、はい、やっぱこう下がっていくとダメな展開ですよね。そうですね、はい、なるほど。今少し確かに少し下がり気味なのは川野一平です。そうなんです。さあ絡みを制した、はい、さあ今度首の状態、はい、さあ絡みの体を入れ替えるブレイクが入るさあここ何か一つ当てたいところで最後は右のアッパー、当てたのは赤いグローブ小島祐介。ここで第1ラウンド終了。右のアッパーストレートって感じですね。あ、なるほど、はい、さあ七木さんいかがですか、第1ラウンド伺います。いやもう2人ともパンチがすごい速いですね。はいはいはい、ね、またさらにねそのパンチを避けたりとかするのもね本当にすごいと思います。はい、で本当にこう緊張感あるとはこのことですね、うん、お互いにこう狙い合ってるような、はい、ね、さあ青さん誠さんいかがですか。そうですね、一平選手のちょっと攻めるところをまだ見れてないんで次はもっとガンガン行くところが見たいです。ちょっと強気なコメントになってきましたね、はい、さあ誠さんいかがですか。あの途中で一瞬だったんですけど、あの飛んでから何ですか、パンチみたいなの何ですか、飛び技ですか、ちょっとあれ分かんないです。そうです、それがなんかかっこよかったです。飛んで攻撃したところがかっこよかった。それがかっこよかったです。言葉以上にジェスチャーがすごい。いや第2ラウンドそれこそ楽しみですさあ注目の第2ラウンド始まりました。さあ右のグローブを少し直しながら第2ラウンドに入っていった川野一平。さあ左のインローを見せるのは小島祐介、赤いグローブです。そうやって入りたいですね。一平ちゃん合わせて入らないとどんどんやっぱ祐介選手のペースになっていってるんで。鋭いハイキック、はい、まあ、でも空気切ったんですけど全然いいですよ、はい、ああいう攻撃で、はい、自分から出していくというところですね。そうですね、パンチ触って蹴るべきですよね。あ、なるほど。だからやっぱり触らずに蹴ってるんで全部あの外してしまうんですよ。あ、はい、もう一手が必要なんですね、そこで。そうですね、なるほど。触る間合いまで入ってから蹴る、ね、入ってから、はい、なるほど。さあそのまだ間合いの取り合いになっているか両者、おそらくそれは小島選手も似たようなことを考えているんでしょうか。そうですね、はあはあはあ、ただやっぱり小島選手の方がオーソドックスやる機会が多いんで。あ、なるほど、ね、やっぱりオーソドの選手がサウスポーとやるときって、はい、その試合が決まってからサウスポー練習するんで分が悪いっていうのがあるんですよ。なるほど。だからやっぱり位置取りの取り合いでどっちの方が取れるかっていう風になってくるんで、はい、そこですね、いかに対策できているかっていうところも川野一平見るところですね、はい、まあ、ちなみに今あの選手やってる大輔選手もサウスポーが大嫌いだったんで、はい、あ、サウスポーめちゃくちゃ弱かったんで本当に大嫌いでしたさあそのサウスポー相手にどういった対策をしてきているのかすごく楽しみな川野一平です。ナイスイザ。ナイスイザ。うん、いいよ。もうちょっと高い方がいいな。なるほど。うん、さあそこに同じ位置に左ミドル右ミドルをかましていく。さあ小島はこれに。はい。なるほど。あと一平ちゃんいかな。さあ少しカーフキックを見せた川野一平。小島祐介何を考えるか。内へと前に。おお、逆に小島祐介が見せたようなスーパーマンパンチを見せていったのが川野一平。うんうんうん。こうやって攻めていかなあかんですよね。はい。はい。お互いじゃあ今度は、はい、今度ユウスケ選手がどう迎え撃つか。なるほど、はい、とてもこう勝利を教えるかのように一コマ一コマ動かしているような慎重な戦い、とても頭を使う戦いです。さあお互い今頭の中でどんな5番が思い描かれているのでしょうか。今駆け蹴りを見せましたね。そうですね、本当に。さあ小島選手今少し手数が少ないかのように見えるお互いにカウンター。うんうん、面白い。少しガードが下がっているか。あ、そこ下がったか。はい、そうですね、今下がりましたね。やっぱあのユウスケ選手入るときも 1,2,3 ぐらいまで一気に入れるんで、はい、やっぱ遠い間合いからあんだけ入れるのはすごい素晴らしいですね。そうですね、はい、1つで終わらない、3つ寄すと相手をしっかりと追い込んでいく、はい、さあそれに対して大きなハイキックを見せていく。これね、どんどんペース取られたらいかんので、そうですね、ジャンもしっかり対応していかないと。はい、まあ、だから本当に一進一退でお互いちょっとしたことが生まれてしまうことになってしまうので、はい、なるほど、集中してますよね。第2ラウンドが終了しました。いや本当にこう見ているこっちも息をするのが苦しいぐらいの攻防ですね。
そうですね、はい、本当に考えられている。さあ青さん誠さんいかがですか、いかがですか。私ですか、さっきの試合、あ、1ラウンド目より一平選手が下がることも少なくて、ちょっとなんかまだ分かんない感じなのかなって思って、次また期待しようか、応援頑張ろうと思います。確かにそうですね。さあクロート目線なコメントになってきましたね。そうですね、素晴らしい。本当ですか、ありがとうございます。さあ誠さんいかがですか。あの連続するベベベって3発ぐらい一気にやるやつあるじゃないですか、あれが全部綺麗に決まってるのがすごいなって思いました。あ、なるほど。先ほどからこう私一番遠いのですが、ジェスチャーがこう、ね、猫パンチのようにこう前後にしてるのがすごく可愛いですねすいません、コメントと関係なくて手がさあ注目の第3ラウンドです。このままやったら延長になっちゃうん で、 そうです、ね、この3ラウンドで動どう動くかですよね、はい、お互いにポイントアップしたいファイナルラウンド始まります。さあ七木さんいかがですか、第3ラウンド始まりますが。いや第3ラウンドね、もうちょっと打ち合ってほしいですね。そうですね、うん、今はね、うん、ちょっと攻撃をしたら逃げてっていう繰り返しなので、はい、もうねお互いもう少しね踏み込んで、ハイレベルな攻防は見えているが、もう少しこう乱戦が見たいというところですよね。そうですね、うん、確かにそこはお互いがお互いをこううまく寄せつけない力がある、ランナーにさせない。うわ、ナイス。おっと、ここでまたスーパーマンパンチから一気に金井まで詰めていくのが小島雄介、赤いグローブ少し切れたか、青いグローブ、これはスリップです。ここで気持ち切れたらあかんですね、一平ちゃん、ね、ちょっと弱気な顔したらダメですね。そうですね、ここ逆に雄介選手は行くべきです。はい、ここ一気に行くべき。はい、川野一平、ここ踏ん張りどころですね。踏ん張りどころと一気に行くべきですね。なるほど、はい。さあここお互いが分かっているのか、はい、その後、うん、右のミドルを打っていくのがまたパンチを忘れてしまってる、はい、うん、パンチを打たなあかん、うん、ちょっと川野選手の表情が変わりました。おー、ナイス。おっと、その後もう一回入れて、少し乱戦が見えたように感じます。はい、打ち合った打ち合った。さあ小島まだ少し見ているか、右蹴れ右蹴れ。いや、ここはサムガ代表が言う通り、ここ行くところなんですよね。そうですね、でもこの中間距離から一気に行きたいから、はいはい、そのタイミングをすごい測る選手が雄介選手なんですよ。なるほど。でも一平選手もね、すごい状態揺らしながら、この微妙にずらしながら前に行ってるんで、今のストレートも当たりましたね、左ストレート。そうですね、はい、ガツンと強い音が当たりました、はい、うん、左のストレートは赤いグローブ小島雄介、ある意味ナイスタックルですけどね。なるほど、うん、さあタイムストップが入りました。当たらんでもいいかな、ただいまのタックルに対しての口頭注意が青いグローブ川野一平選手に与えられました。ですがこれはやはりナイスタックルというべきなタックルだったんですね、やっぱり。そうですね、MMA からすると止まってるとやっぱり膝蹴り蹴られる場合もあるんでね。あ、なるほど、なるほど。それやったらもう全然組んでとか、もし倒しに行ってもいいと思うんですよ。そういうちょっと荒い攻撃を見せてみたというところですね、川野。そうですね、はい、川野は。さあまた金網に押し付けられて、さあ小島はこのまま何かを仕掛けていきたい。そうですね、小島選手のこの 1,2,3 で入る、はい、この展開が早いんで、はい、ここ合わせていきたいですよね。そうです、そこ見せたいですね。右のフックの左のフックを合わせていくのは川野一平。さあ逆に体が入れ替わる。いやあっと、カウンターが入った。これお互いに聞いたか。さあ残り時間30秒切りました、第3ラウンド。嫌な顔しない、もう行かれよ。そうですね、下がらないことが大事ですね。おっと、また一気に入ってワンツースリーと入ってくるのは小島雄介。やっぱりね、顔の表情でね、はい、ちょっと気持ちでも折れたような顔してしまうと、やっぱ相手はどんどん逆に元気になってしまうんでね。あ、そうなんですね、元気になるんですね。ナイス、そう、返す、返そこ。さあここ勝負どころだ、うん、ここはいかなあかん。さあ両選手ここをどう攻める。あ、さあ小島選手のスーパーマンパンチで終わりました、第3ラウンド。さあどちらがポイントアップしているのかね、若干、まあ雄介選手が優勢かと、有利ですよね。なるほど、まあ、延長になるかも分からないですけど、はい、はい。さあこの試合もフリージャッジ制です。
3ラウンド通しての判定となります。いやさあちょっとこう不満そうな表情を浮かべているのは川野一平。自分でなんか分かってるんでしょうね。なんですかね、なんかもうちょっと行けたあそこ行かなければいけなかったっていうかね。なるほど、うん、さあ注目の判定です。赤小島に1票。ドローかな。さあドローです。さあサムカ代表の言う通りドローになりましたね。はい。さあ1ラウンド、まあ、もうちょっとあの小島選手が、はい、当ててたらね、あの小島選手かなやけど、もうちょっと足らんかったですね。なるほど、お互いちょっと見てしまってる時間も長かったのは確かです。もう一平ちゃんは最後行くしかないです。そうですね、はい、もう腹くくる。確かにですよね。ほんまに一票取られていたのも川野一平。あ、はい、さあここで最後の1ラウンドが始まります。エクストララウンドです。さあお互いどんだけ出し切れるか。一平手数だぞ、手数、手数。マットに両拳を突きつけた赤いグローブ小島雄介。さあエクストララウンド始まった。頑張れ、行くよ両方。さあどう入る、さあお互いに前手を差し合う。さあ金網薄めては膝、いいよ赤いグローブ小島雄介、うん、しかし体を入れ替える。そうですね、もうここで気持ちの差が出てしまってる、ね、なるほど、あの小島選手の方がもう前に前に出ていってるんで。そういうことなんですね、はい、見合ってるように見えますが、やはりここはやはり小島選手の気持ちが上回っていると。パンチは避けるが、やはりおっとここは金網を押し付ける川野一平。さあ小島雄介は冷静だ。さあ少し下がり調子な川野に対してパンチから膝。あれですよね、はい、あの一平ちゃんところのセコンドが言った通り、はい、あの前出ろですよね。そうですね、そうそうそう、そうですね、前出らなあかんす。あ、攻めに決定。もうエクストラランド、ここは前に出るしかない。さあこれはノーダウン。いいよいいよ、今の惜しかったですね。今の惜しい、ね、タイミングいいですよね。やっぱり読まれとったですね、はい、やっぱり右の範囲に対して左、ね、右フックね、うん、はい、はい、さあ左のストレートは少しダッキングのようにしてかわして、川野一平何か仕掛けたい。時間だけが過ぎていく。さあ膝のカウンター、しかし押し付けて金網に押し付けていくのは小島雄介。やはり小島の方が優勢に、そうですね、やっぱりじりじり前に出てるし、打撃を先手で出してったりだとか、はい、してるので、一平手出せよ。このままいくと、はい、やっぱりもう小島選手の勝ちになりますよね。確かに、はい、今試合を支配しているのは赤いグローブ小島雄介のように見えます。さあここ何か一波乱起こしたい、何か一撃は出ないか。さあ小島雄介小さくジャブをつついていく。まあね、あの一平ちゃんからすれば、まあ格上の選手なんでしょうけど、逆を言うとね、もうやっぱ関西の選手なんか格上の選手食ってなんぼやと思ってるんで。なるほど、おっと、まあ、今の左ストレートまたですね。今スーパーマンパンチ、左ストレート顎が浮いた。今いい音がしましたね。左ストレートもらってたね。あ、もう反応ができてないんですね。それは集中にも関係があるんでしょうか。うん、ここいいかな。ああ、なんで下がんね。ああ、なるほど。さあ出木さん、いかがですか。いや、川野選手ね、だいぶちょっと顔とかも腫れてきてますね。はいはい、でもね、もうあのせっかく延長になったんで、うんうん、もうちょっとガツガツいってほしいなって。そうですね、思います。どうしてもこのままだと小島優勢は変わらない。さあ残り時間30。さあこれはダウンではありません。さあもう前出る小島、前出る小島、ね、もうグイグイといく。全部ね、優介選手やから、はい、そうですね、うん、さあここは前へ行きたい川野一平。さあ残り時間は10秒だ。さあどんなアプローチを見せる。頑張れ。さあ最後まで前へ出るのは小島雄介。さあエクストララウンドが終了しました。最後まで前へ出続けたのは小島雄介ですね。はい、めっちゃ効いた、言うてます ね、 左ストレート ね、 ねえ、いやお互い笑いながら、いやでもいい試合でやったことは間違いがないですね。そうですね、はい、うん、さあ
ゲスト解説誠さん、青さん、いかがですか、まあ、判定を待っていますが。そうですね、1個前の試合でやっぱり、ね、あの急にやっぱ展開が変わることもあるんで、うんうん、今回の試合もそういうのがあるのかなと思いながら見させてもらってたんですけど、やっぱりちょっと下がってるのが気になっちゃって。なるほど。いろんな緊張を感じますよね。さあ赤、さあ赤、3対0、判定勝利だ。赤いグローブ小島祐介。さあ最後まで前出続けた小島祐介が勝利をもぎ取りました。いやもうこれはもうこの通りといった判定となりましたけども。そうですね、はいはい、さあやはり、先ほど寒川大変もおっしゃられた通り、やはり食ってなんぼではないですが、やはりもう倒してなんぼ、そういう気持ちを最後まで持っていた小島が勝ちをもぎ取ったと。そうですね。ほんで別にあの優也選手、いや優介選手、はい、振り回したパンチではなくて、そうですね、綺麗なまっすぐなストレート、うん、で単発じゃなくて3つまでちゃんとつないでるし、はい、で自分の中間距離から必ずしっかり入っていってる、うん、だから位置取りも分かってるし、ええ、で自分のサウスポーの利点も分かってるし、なるほど。なんか前に映像見たんですけどね、映像より本ちゃんの方がいい試合されてますよね。あ、本当ですか。うん、もっと一平君だったらガンガン打ち合えると思ったんですけど、まあ、お互い攻め合いというのもあって、まあ、言い訳なんですけど引いてしまって、何喋ってるか全然分かんない。とりあえず戦ってくれた一平君ありがとうございました。まあね、今の僕を応援していただいている皆さん本当にありがとうございます。これからもっと上に行く、上の世界に行くんで、これからもちょっと応援お願いします。ありがとうございました。従来の選手に見事勝利を収めました小島祐介選手に今一度盛大な拍手をお願いいたします。はい、どういうところをこう考えながら試合を試合運びをされたんですか。難しい。面白いことしてください。いやもう必死やったんで、ね、展開考えてないです。もう目の前の。そうですね。その時に顔があったら殴る。なるほどですね。この日の調整とかどういうことされてましたか。僕今フリーなんで、いろんなジム行って、練習、いろんなジムで、でけえこといろんな選手とスパーリングして、これからもこう試合やっていかれるので、今日の試合含め課題点とか。